1911年、国内で起きた革命軍の蜂起により、清は滅亡しました。辛亥革命です。この革命により、2000年以上続いていた皇帝の統治は終焉を迎え、中国は新しい一歩を踏み出していきます。それでは、革命で成立した中華民国という国はどのような国だったのか、という話をしていくために、ここで国の政治制度の違いを簡単に理解しておきましょう。今回紹介するのは、君主制、立憲君主制、共和制の3つです。まず、君主制というのは、清が採用していた政治制度です。皇帝という一人の君主が国を統治するという政治制度なので、主権を持っているのはもちろん皇帝です。次に、立憲君主制というのは、日本が採用していた政治制度です。天皇という一人の君主がいて、国を統治しているという点では、先ほど紹介した君主制に似ていますが、立憲君主制には憲法があり、憲法によって君主の権力がある程度制約されているという違いがあります。日本は古来から天皇がいたので、この立憲君主制を取り入れる形で近代化しており、その成功を見た清も天皇を皇帝に変え、この制度を取り入れようとしていました。しかし、辛亥革命により、その前に清は滅亡してしまったのです。その辛亥革命によって成立した中華民国で採用されていたのが、最後に紹介する共和制です。共和制というのは、今までの2つと決定的に違うところがあり、君主がいません。つまり、主権を持っているのは国民で、国民の選んだ代表者たちが会議で政治を行う制度でした。さて、辛亥革命は君主制の清が滅び、共和制の中華民国が建国されることで決着を迎えます。ということで、清の実力者である袁世凱は、皇帝である宣統帝を退位させ、共和制を支持すると表明。臨時大総統の孫文は、辞表を政府に提出し、後任に清の内閣総理大臣だった袁世凱を推薦しました。しかし、この袁世凱の臨時大総統就任には、3つの条件がありました。1つ目が、臨時政府の首都を南京に設けること。2つ目が、袁世凱は南京に来て新総統に就任すること。3つ目が、新総統は臨時役法を遵守することです。しかし、1つ目と2つ目の条件は守られていません。なぜなら、袁世凱の勢力基盤は北京です。なかなか南京に行こうとしませんでした。袁世凱は北京周辺で兵士の暴動を起こさせて、これを理由に今は北京を離れられないと言って南京に行きませんでした。仕方がないので、南京政府は北京でいいよと譲歩しており、袁世凱は北京で大総統に就任しました。しかし、3つ目の条件は譲れません。3つ目の条件にある臨時役法というのは何かというと、現代でいうところの憲法にあたります。この臨時役法を作ったのは、南京政府側の宋教仁という人物だったので、臨時大総統の権力を抑える工夫がたくさんされており、もし袁世凱が臨時大総統になっても独裁を行うことはできないようになっていました。中華民国の主権者はあくまでも国民である。大総統の権力は議会によって制限される、そのように決められていたのです。そのような状態だったので、袁世凱からすると臨時役法は邪魔になってきます。袁世凱は、地方分権体制はダメだ、地方の権限が強化されてしまう、そうなると地方が独立して中国は分裂するだろう、優秀な人物が中国を一つにするべきだと考えており、対する宋教仁は、中央集権体制はダメだ、今までの中国を見てみろ、簡単に権力を奪われているじゃないか、地方に確固たる民主的基礎を築くべきだ、アメリカのように地方分権にするべきだという考えでした。つまり、袁世凱の考え方は中央集権、宋教仁の考え方は地方分権といった点で、お互いの考え方は相入れないものだったのです。一応、袁世凱も最初は臨時役法に従っていましたが、状況が変わってきます。選挙です。臨時役法では選挙の実施が決められており、もしも選挙に負けてしまえば、袁世凱はその権力を失う可能性がありました。こうして宋教仁は、革命を指導していた中国同盟会に他の政治団体を吸収して政党を結成します。これが国民党です。孫文が理事長に就任しましたが、その実質的なリーダーは宋教仁でした。対する袁世凱は、清の頃に役人をしていた人々や立憲制を模索する人々を集め、共和党を結成します。こうして初めての選挙が実施されると、国民党は共和党に圧勝しました。
ということで、総教人は国民党による政党内閣を組織し、議会の力を利用して遠征街に対抗しようとしたのです。こうなると遠征街は焦ります。遠征街は、政党による議会政治は中国に分裂と混乱をもたらす、大総統の権力を脅かす総教人を抹殺しようと考えるようになり、実際に総教人を上海で暗殺。指導者を失った国民党は大きな打撃を受けてしまいました。さらに遠征街は民主党と統一党を吸収して進歩党を結成させ、国民党に対抗していきます。当時日本を訪問していた孫文は総教人暗殺を聞いて急遽帰国。議会が開幕すると、遠征街の進歩党と孫文の国民党は激しくぶつかりました。最初は国民党も遠征街が法律違反をしているといった感じで言論によって戦おうとしていきましたが、これに対して遠征街は国民党の議員たちに金を渡して買収、国民党を脱退しろと脅して国民党を切り崩していきます。もはや話にならない。そう考えた孫文は武装蜂起を主張し始めました。国民党の有力者である高校は、当初は遠征街との和解を図っていたものの、結局は武装蜂起に賛成。こうして遠征街との決別を宣言し、孫文たちは再び挙兵します。第二革命の始まりです。こうして始まった第二革命ですが、忘れてはいけないのは、遠征街は強大な軍事力を持っているということです。武力対決は遠征街の思うつぼでした。北方軍と南方軍との激突が繰り返され、各地で激戦が繰り広げられていきますが、遠征街率いる北方軍は武力でこれを鎮圧。南方軍の第二革命はわずか2ヶ月であっけなく失敗して、孫文は日本に亡命、日本の支援者たちにかくまわれることになります。こうして反対勢力を叩き潰した遠征街は、中央集権体制の国づくりに着手します。強大な軍事力を背景に、遠征街は正式に大総統となり、国民党の解散を命じ、議会を解散に追い込みました。さらに臨時悪法はダメだ、議会の力が強すぎる、新しい憲法を作るぞと言って臨時悪法を廃止、大総統、つまり自分の権限を大幅に拡大した中華民国訳法を公布しました。一方孫文は日本に亡命したのですが、以前の歓迎ぶりとは打って変わって日本政府に冷たくされます。この時の日本は遠征街やそれを支援するイギリスとの関係悪化を恐れており、孫文をかくまいたくなかったのです。ということで孫文に、日本ではなくアメリカに行けと勧告。しかし孫文は、再起を図る場所は日本を置いて他はないと考えていたため、犬飼剛らに協力を求め、彼らの尽力でなんとか上陸許可をもらいました。こうして孫文は東京で中華革命党を結成、日本で革命運動を行うようになっていきます。しかし孫文は第二革命の失敗については、自分の主張した武力対決が誤りだったとは認めませんでした。議会政治を推し進めたのがダメだった。議会政治は立身出世を求める人々を党内に導き入れる、そのせいで国民党は革命精神を失ってしまった、それが原因で第二革命に失敗したと考えたのです。そのため孫文は中華革命党の党員に対して絶対服従を求め、自分に忠誠を誓う精鋭集団を組織しようとしました。こうなると孫文の独裁についていけない人も出てきます。すると孫文は逆に、お前らのような弱腰が第二革命の失敗を招いたと主張。こうして革命党は孫文派と高校派に分裂してしまったのです。